はい、武田です。こんにちは、こんばんは。ということで、今回はですね、ちょっとムーディーな、色合いにしてみましたが、またね、今週もアップが遅くなってしまいました。いつもね、基本平日にアップしてたチャンネルなんですけど、今年入ってから週末ギリギリという感じなんですけど、現在ね、土曜日です。はい、土曜日の午前中なんですけれども、ここで、まず東海ステークスの予想の方をやっていきたいなと思っております。で、まあ、短めにね、時間短縮してやっていかなきゃまた時間がやばいということで、まず本命馬早速ということなんですが、アナザートゥルース書いたいなと思っております。で、まあ、2走前ね、なんか船橋の方なんですけど、まあ、ルメールが何を思ったのか前半 33.8 秒でぶっ飛ばしてって、はい、そのままね、どんどんぶっ飛ばしていって、で、最終的にまあ、5着という結果になりました。で、ルメール騎手ね、レース後に疲れてしまったって言ってたんですけど、当たり前やんという感じだったんですけど、まあ、あれでね、5着っていうのはやっぱり力あるよなっていうところは、見せたんじゃないのかなと思います。あんな無茶苦茶な競馬でね、もう潰れて最後まで下がっていったわけじゃないので、はい、やっぱ強い馬だなっていうふうに思いました。で、前走がチャンピオンズカップだったんですけど、これが13着ということで、まあ、ミルコがね、レムロが、に合わないのかなっていうところはありますよね。やっぱドタバタ先行してしまうと、この馬合わないと思いますし、ちょっと手も合わなかったかなという感じでした。ただ、ま、人気通りの決着でしたし、まあ、相手が強かったっていうのもあるので、はい、まあ、その点はね、あまり前走は気にせずに、はい、今回ちょっと見直したいなっていうふうに思っております。で、今回ね、松山騎手が騎乗になるんですよね。で、まあ、僕としては当然ま、王の騎手プラスブリンカーというね、これが理想的かなと思うんですけど、まあ、落ち着いてもう競馬が最近本当にできるようになっている、はい、素晴らしいジョッキーになった、もう実績もね、もうたくさん身につけた松山騎手なので、で、まあ、松山騎手の騎乗スタイルから考えると手は合うのかなっていう、想定はできるなと思います。で、やや重い以上でね、馬券外から、まあ、掲示板からぶっ飛んでたのが、まあ、3戦の時の、はい、清流ステークスだけだったということもあるので、まあ、今回ね、中京、まあ、現在、私の住んでいる名古屋も雨降っておりますが、まあ、土日雨がぱらつくということで、はい、この点は、この馬に、うん、追い風になってくれるんじゃないのかなっていう点は一つ、はい、まあ、プラス要素として考えたいなと思っております。で、まあ、なんかね、最近1000馬の7歳ということなんですけど、まあ、僕、今年入ってからどうもなんか、高齢馬と1000馬ばっかり本命にしてるような気がするんですけど、まあ、中央のね、Rレベル候補し、ミリオンダラバケンズと Rレベル候補しの重賞での実績もある馬ですし、で、LTP 指数、これインティと1位のタイでね、326っていう数字なんですよ。で、まあ、人気考えたら、まあ、こっちを買いたいなっていう感じですね。1位だと、はい。1位だと、まあ、インティもね、悩みましたけど、はい。まあ、お買い得なのはこっちかなっていうところも、正直ありますね。で、まあ、本音だけで相手を言う、考えると、まあ、タイキフェルブール、インティ、ダノンスプレンダー、ハヤヤッコ、オーベルニュー。で、メモリー以降、帝王フォースっていうのを僕はピックアップしたんですよ。で、まあ、過去に R レベル候補士のダートのオープン以上で高走率が高い馬。プラス、まあ、うん。その、まだまだね、力をつけてきている。はい。上に、まあ、ジョッキーもね、こういうところでは魅力な、まあ、メモリーコーであったりとか。あとはもう流れに乗って気分よく走れた時だけ、ほんと120点の競馬ができて穴を開ける。はい。で、帝王フォースですね。はい。これが、まあ、大穴で添えて、というようなところで、考えてはいたんです。ただ、まあ、オッズ的なことを考えるとね、まあ、当たったところでほとんどガミル、ぐらいになってしまうようなハイトーンの組み合わせもあると思いますしね、今人気どころの馬も結構ピックアップしてしまったので、で、まあ、そうじゃなくても安いハイトーンで終わってしまう可能性っていうのも結構大きいなとは思います。ただ、想定外なんですけど、まあ、現在ね、まだ土曜のオッズなんですけど、アナザートゥルースがね、僕3番人気、4番人気ぐらいかと思ってたら、ね、今9番人気ということでですね、これなら流していいのかもしれないので、難しいところだなっていうのはあるんですね、前日段階でも。で、こうなってくるとやっぱね、点数絞ったりしたいなとか思うんですよ。で、ただね、そのインティを切るっていう手も考えたんですけど、まあ、インティね、抜けた人気になると思いますが、ただやっぱり、LTP 指数1位タイで非常に高いということで、まあ、こう無限に切る必要性も感じないなと。で、さらにですね、他に買いたい馬がね、まだ いるんですよね。で、アナザートゥルースが連帯した時っていうのは、立冬のね、販路が早かった馬のね、が、セットで来ることが非常に多いんですよね。うん。で、となると、今回全体的にはね、出走馬みんなまったりした時計を出してるんですけど、例えば、ムイトーブリガードだったり、コマビショーなんかも買いたいですし、まあ、メモリーコーンもね、許容範囲だというところがあるので、ちょっと変則的に買って、相手が増えるので、変則的に買おうかなと思っております。で、もちろん、まず、単勝から。はい、単勝は絶対買えます。で、このオーツだったらもう単勝絶対買いたいなというところなんですけど、で、馬単で、タイキフェルブール、インティ、ダノンスプレンダー、ハヤヤッコ、オーベルニュー、まあ、人気どころには馬単で行きましょうという買い目に行きたいなと思っております。
で、人気薄の方ですね、こっちは馬連でもつくし、で、しかも馬単で狙ってって取りこぼした時には目も当てられないので、メモリー以降、テオフォース、ムイトブリガード、コマビショ、ここは馬連で、はい、流したいなと思っております。で、さらに3連単。はい、3連単、まあ、これは僕の中の夢馬券ですね。はい、1着アナザートゥルース固定で、2、3着にメモリー以降折り返して、で、3着は今、相手にしていた馬たちですね。タイキフェルブルであったり、インティー、ダノスプレンダー、早くオーベルニュー、テオフォース、ムイトブリガード、コマービショーということで、はい、だからまあ、1着固定の2、3着軸ですね、の3連単。まあ、これはちょっとね、100円だけですけど、はい、夢馬券で買っておきたいなと思っております。はい、そんな感じで、まあちょっと手短に、駆け足でお届けいたしましたが、東海ステークスはこんな感じで買いたいなと思っております。で、この1本後に、アメリカジョッキークラブカップの予想、はい、そっちも分けてね、アップしたいと思っているというところなんですけど、なんかね、またちょっと最近コロナが、ね、まあ芸能人の人も多いですし、競輪ですか？はい、競輪の方もかかってしまったとか、プロレス団体からもね、出てしまったとかっていうことがあって、いつね、競馬も、どうなるかなっていう感じですよね。救命の方がね、コロナに感染したっていうこともあったりしますけど、まあ本当に、もう仕方ない。もう誰がかかってもしょうがないぐらいの、状況ではあるんですけど、どんだけ気をつけてもかかってる人もたくさんいるんで、はい、なんですけど、本当にね、重症化してしまって、はちみつ二郎さんね、はい、プロレス好きな芸人さんですけど、あの方もね、本当に意識不明になってしまったっていうことがあったりとかですね、やっぱり、うん、僕の、知ってる子の、お友達とかでもですね、まあ、未だに嗅覚、味覚が戻らないっていうことがあったり、あと抜け毛ですね。はい、髪の毛が抜けてしまうっていうような、そんなようなこともあるということなんですよね。で、かなりその、やっぱ舐め、普通の風邪のだったとしたらね、まあ、風邪と一緒っていう人もいますけど、普通の風邪でなかなか風邪が治った後にね、嗅覚、味覚なくなって髪の毛ね、抜けちゃったりってことはないものなので、やっぱり最低限の、うん、注意だけした方がいいかなとは思いますね。まあね、その自己主張するためにね、マスクしないとか、絶対鼻は出してやるとかっていう人もいるんですけど、いっぱいね、世の中にはいるんですけど、まあそんなことで自己主張する必要もないかなって思いますし、まあ人とね、横並びっていうのは面白くないです。やっぱり運動会でね、最近は、最近って言っても10年ぐらいみたいなニュースですけど、順位をつけちゃいけないから、みんな1位で手をつないでゴールするとかね、あとなんか演劇やったらもう、みんな桃太郎の役やるとかって、そういうのは全然やっぱ面白くないと思うんですけど、まあ、人に合わせてもいいかなっていう、まあ、こんなコロナのこれぐらいの時は人に別に合わせてもいいかなって、別にね、そのマスクして、そのマスクすることで病気とかがね、悪化する方はまあ別としましてね、別としてなんですけど、まあ、ちょっとね、人に寄り添って、まあ人と合わせてっていうのもまあ別にかっこ悪いことじゃないんで、はい、まあまあまあコロナがね、こんな騒動が終わればもうマスクなんかしなくていいわけですし、まあまあ花粉の方とかまあマスクする人もいますけど、マスクなんかね、しなくていい、世の中がね、きっとまた来ると思いますので、はい、その辺は皆さんね、本当にお気をつけいただければなと思います。今のところね、読者様でコロナにかかってしまったって人は、僕が知る限りお二人、ご連絡をいただきましたね。はい、でそして多分僕が興味あると思って連絡してくれたんですけど、結構症状とかをね送ってくれたんですけど、やっぱり結構きついっていうね話は聞いたんで、うん、なんかやっぱりそのなった時にどうしようかっていうところまでね、考えて行動っていうか、まあ、日頃、うん、いた方がいいのかななんていうふうに思っています。ということで、はい、ちょっとね、はい、コロナの話になってしまいましたが、皆さんが健康で、はい、毎週競馬を楽しんでできれば、勝てたらいいなというところで、願いつつ配信しつつ、頑張っております。はい、まあ次の動画もね、気合を入れて、はい、お届けしますので、はい、気合を入れて短時間でお届けしますので、ぜひご覧くださいということで、竹内でした。さよなら。